どうした？スティアの風邪は治ったのか？くしゃみで返事をするな、そうか、まだか。今リドルの解読を進めてるところ。そのためにマーナに聞きたいことがあるんだ。ねえマーナ、オペレーターって何なの？聞いてないのか？そう、どこから説明したものか。オペレーターはガラクセンの箱舟の管理者だ。あ、ガラクセンの箱舟ってのはスティアが言ってた。オルトガラクセンとフェレスガラクセンとエヒトガラクセン。まあもうあそこは崩れてしまったみたいだけど。ああ、機械の集合体たるガラクセンの箱舟を人に代わって管理する存在。それこ、つまりスティアは人ではない。見た目こそ人だが機械に近しい存在だな。何？驚くとか悲しむとかそういうのは？いや別に、スティアが何だって関係ないもん。スティアはスティアだよ。ただスティアを直すために知っておきたかっただけだからね。ルルは…大丈夫、機械に近いってことが分かればあとはなんとかなりそう。よし、帰って解読の続きだ。ほらほら行くよスティア。あ、ルルはスティアはスティアか。帰ってきたのは初めてだな。嬉しそうじゃないかスティア。別に鈍感というか気にしなさすぎというかちょっと呆れただけよ。そうか。スティア、フェルスガラクセンのことだが。ええ、わかってる。私も善処はするわ。でもいざという時はお願い。ああ、承知した。それではお大事にな、スティア。ええ、またね、マーナ。さて、ピクス。だ、はい。おかしいな、どうして気づかれたんだ。私の目を欺けると思うなよ。引き続きルルアたちのことを助けてやれよ。じゃないと。わかってるな。はいはい、わかってますって。任せておくんだね。あとは奴がどう動くかだな。うまく力を貸してくれるといいんだが。ルルア、お前が背負った運命はお前の想像よりもはるかに重いものだぞ。